けども、それがまあファシアの話になってくるね。でファシアっていうのは最近言われているもので何なのかって話になってくると、繊維、コラーゲン繊維だよって話です。コラーゲン繊維によってできた、膜状のものっていうふうに、膜状とか膜状の構造体っていうか綿状の構造体と言われるものなんですけども、それらは皮膚の表面から、表皮から骨髄に至るまで全部コラーゲンの繊維が、我々の手のキメ、これファシアです。手のキメ、キメありますよね、あれファシアです。でファシアがしっかりしてるとキメが細かいわけですよ。要するに牛皮も全部あれ模様が入ってる、全部ファシアでできてるということですね。そのファシアがこう一旦こう、要するに皮膚の表面で研究するとこうなってるんですね。でここ重層扁平上皮で、まあ、こういうところにファシアがついてるということですね。ダウンジャケットの、ダウンジャケットの中も綿でできてるし、この糸も綿でできてるってね。でこの生地もなんと綿でできてるわけですよ。で全てが繊維質によって大体構成されて、そのダウンジャケットがこの形であるのはどういう形だったら、綿が膨らんだ形で綿が縮んでいくっていうことが起こってる。でこれが、表皮があって、表皮があって、この中に真皮があると。真皮がで、まあ、これが 0.2 ミリで、これが2ミリぐらい。でこの中も全部ファシアがいっぱいあって、で真皮の下は皮下脂肪、皮下脂肪があって、その下にファシアの空間の層があるわけですね。ここにわーっとあるで、ここ皮下脂肪があって、ね、でこの中に毛細リンパ管が、まあ、毛細血管もここの神秘の中にこうあって、こうふにょふにょ、よく見るやつですね、毛細血管ですね。で毛細リンパ管はこういうふうに、こういうふうになって、こう皮下に毛細リンパ管がある。まあこれも血管も皮下にもあるわけですね。こうあるわけですね。で、まあ、こういうところにも毛細血管をちょっとある、こういうふうに少しだけしかないです。こういうふうに少しあって、でこうなってるわけですね。でこの毛細リンパ管の、これをよくそうすると、毛細リンパ管に弁がついてて、弁が皮膚についてるわけですね。皮膚についてる、もしくはこの別のファシアがずっとこれを通って、皮下脂肪のファシアを通って、ファシアという繊維を通って、でここの空間、ここが空間になってます。空気、空間、ここ脂肪で、ここがこれもファシアがちょっと分厚くなってます。ここは綿に関して、こっちはちょっと綿になってる。で綿の中に、綿に包まれた筋膜があって、筋肉があって、で筋肉もは全体が綿に包まれてて、でちっちゃい筋肉も綿に包まれてるわけですよ。こういう綿に包まれてる、この綿はこうほどいてあげると綿になるんですね。でこれが全部つながってて、またこの綿があって、また空間があって、でまた綿の骨についてる綿のファシアがあるわけですね。わかりますね。で構造としてはみんな一緒で、この神秘の中はと、まあ、ここは空気ばっか、これは水が含まれています。水が含まれている、ここも水が含まれている。この中のファシアはみんな水で含まれている。でここも水が通ってきます。だから水と空気の泡になっている、水と空気の泡になっている。まあ石鹸みたいなもんだけど、石鹸よりもちょっと硬い綿になってる。綿が石鹸状に空気を含んで、こう弾力のあるものになってるっていうことですね。水を含んで、この綿っていうのは水を含んで、実はパンと張った弾力構造体になってる。これがファシアになってる。ですからこの、じゃあこのファシアは開くには皮膚を少しずらしてあげる。でも普通に皮膚ずれることはない。で筋肉を動かしてあげると、ここの弁がパカッパカッと開いて、この水が筋肉側から
空間を通って脂肪を通って神秘で回収される。神秘で回収される。その神秘で回収されたものは皮下のリンパ管を通って静脈に吻合していくっていうわけですね。でここの水のファシアですね、要するに筋肉、このファシアを合わせて筋肉です。ここは筋肉じゃないので、ここの空間層は筋肉じゃない。 でもこれはファシアというで、訳すと筋膜になってしまう。これはやっぱファシアっていうふうに訳しましょうって話になったんですけども、これだけが筋膜ですね。わかりますね、我々の数字。これが、死んでしまうとベチャッと閉じちゃうんで、膜しか、面しか残らなくなっちゃう。このダウンジャケットがベチャンって閉じちゃったら、完全にこの空間のファシアと筋膜の割と立体のある水の含んだファシアがベチャンと閉じて、もう水もなくなってただの筋になるわけですよ。牛筋になるわけです。筋に、ね、筋になってるっていうことですね。わかりますね。鶏皮はこっちですよ、この脂肪を含んだこうやって。でこのリンパが筋肉の中では血管が毛細血管がいっぱいあって、この筋肉が膨らんだり縮んだりするたびに毛細血管からこの水が出たり入ったり出たり入ったりで、中の血管がざっと流れているので、酸素、たくさん酸素と栄養素を必要とする筋肉はここで栄養と酸素を得ているわけですね。でそれで二酸化炭素も排出して、要するに筋肉が広がったり縮んだりしながら呼吸をしている。その呼吸をしたって中は水が流れているので、常に酸素と栄養素がぐるぐる回っている。でそこから白血球が出てくるので、それはまあこういった、毛細血管からも出たり入ったりしてるんですけども、ここは圧が上がったり下がったりしないので、そんなに大きなダイナミックな動きはないので、ここから出た水はちょろ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 と水としてこの空間ファシアを通って、ね、栄養が多い場合はここに脂肪を蓄えて、さらに空間ファシアを通って神秘の中に入って、神秘の中でリンパ管が筋肉が動くことによってパカッと開いてザーッと流れていくって形になっているということです。これがリンパの流れ。リンパというのは血管から出た体液、組織液、間質液、組織液とも間質液とも我々はリンパ間質液って呼んでますけども、その液が透明な液ですね。でこの生きてる状態ではここの筋膜といわれる筋肉のファシアは透明な膜になっています。そしてこれが蜘蛛の巣状にあって、それが濡れたやっぱり透明な糸みたいなのがちょっと白くあって、それが脂肪層は黄色くなってて、ここのファシアを通って神秘に入り、そこから水が流れていく。この流れていった後はどうなるかっていうと、リンパ管にはこう弁があって、そしてやっぱり周りに筋肉があって、筋肉が動くたびにリンパ管を押すわけですね。それによって中の水が弁のこっちの方向に流れていくっていう形で、リンパ管も筋肉の動きによって循環している。さらに関節ではどうなっていくかというと、関節ではリンパ節っていうのがあって、スポイド状の、ここ風船状のね、関節でこれが折れ曲がったりすると、ここ流れなくなっちゃって、流れにくくなるんで、ここに関節があって、関節がこうあるわけですね。こういうふうに関節があって、筋肉がこの関節を動かすことによって、このリンパ節がスポイドの役割をして、ギュッギュッて曲がるたんびにこれが潰れて広げて、これがこのこっちの方向に押し流されるという形で、でこれで静脈、左鎖骨静脈に入ってきて循環が行われているっていうことですね。それについてなかなか語っているものはなくて、全てさっき言った免疫系も全部口腔から始まり、そして口腔から始まるだけじゃなくて、筋肉の動き、それは大きなマクロの動きと微細なファシアという動かす 0.01 ミリぐらい多分の細かい動きによって、実は循環というのが成り立って、ここに圧がかかった時に中で血管の中外で呼吸のように動かすのと、ここに圧がかかった時にこっちに流れていく、そして圧がかかった時に弁が開く。ここ圧がかかると筋肉収縮するわけだから、弁は引っ張られる。圧がかかるってことは全体的に収縮するということです。
収縮拡張収縮拡張ですから、これが引っ張られることによって圧がかかって中にざっと流れ込む。そして、筋肉の動きによってまた収縮拡張することによってこれが流れて、関節が動くことによってさらに流れていくということなので、全て筋機能になってて、その運動機能、筋機能全てが口腔から始まり、パクって食べる筋肉から始まっているので、我々のリンパケアっていうのは、このファシアとそれから5つの機能がしっかり分かることによって、また細かく1個ずつについても話はしていきたいと思ってますが、そういった形で、成り立っているということですね。何かご質問ありますか？いや、このやっぱり筋肉を動かすっていうのもいいってことですよね、うん、そうですね、筋肉は動かすことがすごく大切で、筋肉が動かなければこの循環は起こらないので、で、呼吸と一緒なんですね、うん、筋肉を拡張させる、要するに肺を拡張させる、そしてふーっと吐く、そして収縮、それは収縮は強い力ではなくて、拡張に対して拡張からふーっと力を抜くだけでいける、ふーっと力を抜くだけでいける、ふーっと吐き出す必要もそんなにない。だから筋肉も強い収縮が必要なわけではなくて、大きな拡張とまた縮むっていう収縮があれば、それで筋肉っていうのは循環を、心臓もそうですね、心臓も強く押し出す必要はなくて、大きくポンプすればいい。ポンプ機能っていうのは大きくゆっくりで構わない、心臓も呼吸も大きくゆっくりで構わない。だから筋肉の動きも大きくゆっくりで構わない、ギリギリまでする必要もない。それを良くしていきましょうっていう話なので、運動をしなければ当然硬くなって循環が起こらないので、循環が起こらなかったら当然酸素不足になって筋肉が硬くなる。ところが筋肉がより大きく動くことによって循環が良くなっていくということですね。運動のしすぎも良くないってことですか？運動するってことは、例えば息切れするっていうこと自体もはどういうことかっていうと、酸素不足がもう起こってるわけですね。で、酸素不足が起こってるってことだと、酸素不足が起こったところで物を燃やすとどうなるかって話ですよね。で、有害物質を出すわけですよ、酸化が進むわけですね。だから酸素不足が起こらないような大きな動きが必要なんですが、またこれは別の話で言っていくんですが、筋肉は大いに越したことはないわけですよ。筋肉が多い方がね、筋肉が多い方が 筋肉の拡張収縮がの差が大きくなりますから、筋肉は多い方がいい。でも、その強く動かす必要がない。でも大きくするには筋肉を破壊しないと大きくならない。だから短時間のレジスタンス運動、短時間の筋トレがすごく有効だよって話になって、1日1分できれば非常に有効ですと。ともう一つは筋肉内のグルコースやなんかと取り込む物質が非常に活性化しやすくなるので、糖の取り込みを筋肉が良くする。それからもう一つは筋トレをして筋肉を破壊すると なぜいいことが起こるかっていうと、筋肉、タンパクの吸収が良くなるんです、腸内の。で、腸内のタンパクの吸収が悪いとどうなるかっていうと、腸内にタンパクが残ってしまうから、そこで悪玉菌が増えやすい。だから筋トレによってタンパクの吸収は必ず良くなりますから、タンパクの吸収を良くすれば、あらゆる体のタンパクというのが足りるようになってくるということですね。だからタンパクの吸収を良くするには、タンパクの摂取量を少なくして、一回摂取量を少なくして、まあ、腸内細菌がいい状態だったら、またタンパクの吸収は良くなります。だから腸内細菌を良くするってことも一つだし、実際にタンパクの吸収が良くなれば、腸内細菌も良くなるわけね。なので、ボディビルダーなんか、ね、試合の前に無理な減量をするので、あんまりそこは良くないんですけども、彼らがやってることは、ボディ筋肉の破壊の 前に糖を取って、エネルギー源を十分に与えておいて、一生懸命筋肉を破壊して、そしてタンパクを取る。それとタンパクの吸収を良くする。そのタンパク吸収もたくさんに一度取れないので、数回に分けて取っていくっていう、少量を取っていくっていうのはすごく理想的で、さらにビタミン B 群っていうのを取るとタンパクの吸収が良くなるですね。
だからそれらが全部が重なって これも打つ消しご飯みたいな本があるんですけども、打つを改善させるにはタンパクの吸収を良くするということで、打つとか感情とか腸内細菌にも関わってくるので、腸内細菌が感情をに対して非常に大きな影響を持つので、だからタンパクも必要だと。ただまあ打つ消しご飯に関して炭水化物を取らないって感じになってるんですけども、まあ炭水化物っていうのは必ず必要だよという話です。で、要するにタンパクを燃やすんじゃなくて炭を燃やしましょうって話ですね。そしてその方が効率がいい。タンパクや油を燃やすんじゃなくてエネルギー源として炭を取りましょう。余分なものは脂肪で残ってしまいますので、それはあんまり良くないんです。余分になりすぎるのは良くないんですけども、タンパクを取って、で、何だったかな、よくパレオダイエットって言って、原始人ダイエットって言って、昔人間は糖なんか取ってなかったんだっていう、あれがあるんですけども、そういうことを言う人たちがいるんですけど、これが最近覆されたということで、糖はそもそも人類っていうのは好みとか木の、ね、根っこですね、木の根っこですねを食べてた。それはでもすごくまずかったんですね。でそこで火を使って、実は木の根を熱したらでんぷんが分解されて非常に美味しくなって、だから好みもそうですね、好みも焼くと、まあ栗なんかもね、焼くと美味しいですね。普通にしてると美味しくないわけですよ。でそれによって脳が発達してから狩りを始めてるんで、で狩りをした人たちも 半分ぐらいは糖質を取ってたんで、今の糖質を取らないっていうのはの元がもともと人間が糖質を取ってなかったんだよっていうのは間違いっていうことが最近分かってきてるということですね、なので、まあ、糖と油と炭水化物全部取ってしまうとやっぱり過剰になってしまうので、ちょっと油をできるだけ減らしてタンパクを少しにして、基本エネルギーは炭水化物から取るっていうのがね、非常に理想的なものだと思います。あとマグネシウム、筋肉の収縮はカルシウムで、筋肉の拡張はマグネシウムで、マグネシウムというのが確実に必要になって